西学院大学の予防トバック、鎌田晴人選手にお越しいただいています。まず最初に本日の試合を振り返ってお願いします。そうですね、まず、QB とレシーバーの、コミュニケーションミスというか、その精度の低さっていうのが、露骨に試合に出た、かなって思うので、その僕の精度の部分でもやっぱりまだまだ全然足りてない部分があるので、次どうして戦ないので、4週間空くんですけど、その4週間を有意義にちゃんと使いたいと思います。ありがとうございます。では次に第1節対興南大学の試合から、その後チーム内で話し合ったことについて教えてください。そうですね、次兄弟ということで、立命館大学さんとも、いい勝負されていたので、一戦一戦相手を変えて別に油断するっていう部分は僕らにはもちろんないので、そんな余裕はないので、一戦一戦集中して、必ず自分たちのプレーを、兄弟に通すっていうので、1週間、2週間しっかり練習しようっていう話になりました。ありがとうございます。次に、長い間高校時代からクォーターバックというポジションをやられていると思いますが、鎌田選手自身にとってのこのクォーターバックのポジションについての魅力をお願いします。そうですね、オフェンスの司令塔として、目立つ部分もあるんですけど、やっぱりその1プレーで、試合を流れを、変えれる力を持っていると思うので、押されている部分で、1プレーでプレー流れを変えれる、試合の流れを変えれるという部分が、QB としてすごい魅力的な部分かなと思います。ありがとうございます。では最後に、次の神戸大学の試合に対する意気込みをお願いします。そうですね、今回みたいにちょっと、QB とレシーバーのミスであったりとか、が結構多かったので、その精度をちゃんと詰め切って次戦、もっといいプレーをできるように、この4週間しっかり練習して、次戦に挑みたいと思います。ありがとうございました。本日関西学院大学の鎌田晴人選手でした。